冒頭でタブ譜表示させながら弾きましたフレーズですが、実際に弾かれてですね、スムーズに弾けましたでしょうか。これですね、実はダウンピッキングから始めて、オルタネートピッキング、ダウンアップ交互にですね、ずっとそのダウンアップを崩さずに、最後まで弾き切るフレーズになるんですけれども、こういったオルタネートピッキングで弦を移っていくようなフレーズ、ギター教室に通っていただいている生徒さんの中にも苦手だとおっしゃる方非常に多いです。で、冒頭で紹介したフレーズですね、もうスムーズに、オルタネートピッキングで、早く弾けますよという方には必要ないんですが、ダウンアップずっと正確にこれ交互に続けて弾けているのもわからないし、で実際に注意しながら弾いても弦を移動するときにピックが引っかかってしまってスムーズにピッキングできないと、続けることができないという方は、今回紹介する練習方法というのもまず試してみてください。でこの練習方法だけ続けていればですね、うまくいくっていうものではないんですけれども、まあ、実際にですね、生徒さんに試してみて、この右手の動かし方がですね、この方法でスムーズにこうなった方っていうのもいらっしゃいましたので、今回紹介してみたいと思います。で、実際にですね、これ、3弦の16フレットからゆっくり弾くとこういうフレーズですね。非常にシンプルな3弦から1弦にこう下がっていく、フレーズになるんですけれども、まあ、うまくいかない方のピッキングを見ているとですね、やはりオルタネートで、ダウンアップ交互で弾かないといけないっていうふうに思った瞬間にですね、もう左手力んでしまって、スムーズにピッキングできていないんですが、まあ、多くの方がですね、どうも弦に当てる時のピックのですね、この当て方というか角度がですね、ダウンの時とアップの時で、こう、ピックをこう大げさにですね、こう、スイープをやる時みたいに、こう、ダウンの時はこう被せて、で、アップの時はこうやったり、あとは前から見ているとですね、どうもこう、ダウンの時とアップの時と、ピックを弦に当てる時の角度をですね、こう、大きくこう、変化させて、こう、こじるような感じですね。ピックをこじってしまうような動きになっている方っていうのが非常に多いです。で、これ、まずですね、そういった、方はどういう練習をしていただきたいかというと、まずはこの書いてあるポジションですね。これはもう左手はもうまず覚えてしまってください。ですからもうその覚える段階、左手のポジションを覚える段階では、右手別にオルタネートでなくてもいいです。全部ダウンでもいいですので。これをまずはですね、どんなピッキングのパターンでもいいので、左手にまず覚え込ませます。で、覚え込ませた後にですね、いきなりこれオルタネートピッキングで正確に一本ずつ弦を捉えてですね、こう弾こうとするとうまくいかないと。そういった方はこれを試していただきたいんですが、右手ですね、もう一本だけを弾こう、弦を一本だけうまく弾こうと思わずに、コードを弾いているような感覚で、まあ、3弦から1弦まで全ての弦をですね、もうピッキングするようなイメージ。ですからもう開放弦、何も抑えずにやると、こういうような感じでですね、もう右手の動きはただ単にダウンアップを続けるということだけ集中して、弦を狙いに行かずにですね、一本だけ弾こうとせずに、このフレーズを弾いていただきたいんですね。ですから当然そういう風にしてやるとこうなります。当然1弦だけ弾いてる時もですね、ピックはもう2弦3弦も当たってますんで、バーンと開放弦が鳴るんですが、これでいいんですね。で、これでまずですね、右手ダウンアップを交互に力まずにこう動かすという体験をしていただきたいんです。ですからもう一度やりますが、こんな感じで。で、その時に動画とかを撮ってですね、右手何かこうこじるような動作してないかとか、あとはリズムがですね、このダウンの時だけ速くてアップの時は遅いとか、まあ、この正確なリズムでですね、触れているかどうかということをまず、動画なんかを撮ってチェックしてみるといいと思います。とにかくオルタネートで弾かないといけないってなった途端にですね、どうも普段通りのこうピッキングができなくなってしまう方っていうのが多いですので、そういった方は今みたいな方法でやってみてください。
で、まあ、注意する点はですね、左手を押さえるポジションっていうのは間違わないようにですね。まあ、左手を押さえる場所もですね、いい加減になってしまうとダメですので、まあ、タイミングだけは合わすと。で、押さえるポジションも合わすというような、イメージでですね、練習をしてみてください。まあ、もう一度やってみますね。で、こういった弾き方を続けていってですね、右手、あまりこう意識せずに、スムーズに、リズム狂わずにこう振り続けることができるようになったらですね、その次の段階として、こう弾く弦をですね、狙って弾いていく。まあ、一本の弦を狙って弾いていくという弾き方に挑戦していくといいと思います。ですから、まあ、段階的なことをちょっと再現してみますと、まずはこんな感じですね。で、これを徐々に右手の振りを小さくしていって、一本ずつ狙っていくようにします。途中の段階、次の段階だとこんな感じですかね。で、徐々に狙った弦だけをピッキングできるようになってくるとですね、綺麗に。という感じで弾けるように、なっていきます。まあ、今回紹介したような練習法ですね。もう初めからスムーズにできる方にとっては、どうしてこんな練習しないといけないんだと思われる方、いらっしゃると思うんですけれども、実際にやはりオルタネートピッキングですね、苦手な方っていうのは、まず右手ですね、正確なリズムでこう意識せずに、過度にこう力むことなくですね、振り続けるっていうことがまずできない方が多いですので、そのあたりうまくいかないという方はですね、今回紹介した練習法っていうのも取り入れてみてください。今運営しております、ゴータミュージックプレミアムチャンネルの方ではですね、そういったギター演奏上達に関するヒントなんかをたくさんですね、公開しておりますので、そのあたり気になるなとおっしゃる方は、ぜひホームページをチェックしてみてください。ホームページの URL はこの動画の下の動画概要欄に貼り付けております。以上で今回の動画終了いたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。